はい、どうも、ゆくらしチャンネルです。今日は高山の宮川朝市に来てます。どうかな、ここ来たの僕は多分ね、20年ぶりぐらいですね。あの中学生の時の遠足で一回来たことはあります。そこにもなんか面白い石像っていうの、何があるか、守り神的な、ちょっとお店も少ない感じはしますけど、まあちょっと様子を見ていきます。こっからですね。あ、懐かしい。そうそうそう、あ、カエダさん、ここは食品コーナー、漬物有名らしいね。わ、すごいそれ。ここ今からそこ寄りたかったので、高山らしい、京都とかにありそう。また塩かけるって忘れとったよ。ちょっと塩をかけて、確かにこっちもちょっと味見していきたい。中完全に栗きんとんだ。高山の奥飛騨にある熊牧場に行こうと山道を走らせましたら、雪が降ってきまして、ちょっと途中あと10キロぐらいのところで今日は断念をしようかと思います。で、熊牧場はね、あの熊を抱っこして写真撮れるので、それをどうしてもやりたかったんですけど、また来年のね、暖かくなってから来たいと思います。方針を変更して高山川に少し戻って、ここですね、飛騨王鍾乳洞に来ました。なんかすごい思ったよりお店もしっかりあって車もたくさんあって、さあ鍾乳洞の入り口までやってきました。結構長いよ。え、すごい長くない？出口が3つ、あ、でも第3出口まで行くと25分ってことね。行きましょう、第3出口目指して。あ、そっちなの。うい、お、入ったら電気がついてます。まあびっくりした、誰か喋ってると思ったら電気が無事だったみたい。わあ、すごい上から滝が。重毛ってやつ。名前が夢の宮殿って、本当にほら、これがお城みたいに見える。鬼滅
のあの目見えん人やねん。めっちゃ強い人。名前は姫島京明だね。石橋がこんなとこにいます。これはどういうことだ。国会議事堂。まあ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 、まあ、言われればね。そして横が天下論ハット。まあ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 。なんか二つ風で並んでますね。天皇席、天から降りてきたりします。今日は予定を変更して、飛騨鍾乳洞に来ました。意外と中はね、面白かった。結構探検する感じがあって、ディズニーの待ち合いの列みたい、列の中みたい、あのセンターオブジャーとか、すごいワクワクする探検でした。皆さんも高山に行った時はぜひね、ちょっと少し高山から移動しなきゃいけないですけど、すごい楽しい場所なので、ぜひ来てみてください。チャンネル登録お願いします。